こんにちは、ギター室のひろしですえ。今日はこういった湿度調整剤の話をしていこうと思います。よろしくお願いします。す。湿度調整剤とは何か、ギターのハードケースにギターと一緒に入れて、湿度を一定に保ってくれる商品ですね。ギターはエレキギターもアコースティックギターも木でできてますので、湿度の変化の影響を非常に受けやすい楽器だと言われています。乾燥しすぎるとトップ材が 木が割れてしまったり接着部分が剥がれてきちゃったりネックのフレットが浮いてきてしまったりネックのフレットが飛び出しちゃう状態になったりしちゃうらしいですそして湿度が高すぎてもネックが反ってしまったり音もウエットな音になったりすると言われています、えー、そこで湿度を管理する必要があるのですが 広い部屋でギターを置きっぱなしにして湿度を管理する場合には加湿器だったりエアコンを使う必要があるのでやっぱり電気代もかかってしまって大変だと思います、えー、そこで一番簡単な管理方法がギターのハードケースにこういった湿度調整剤を入れておく方法ですねこちら非常に簡単ですねこういった湿度調整剤はどういったものかというとハードケースの中の湿度が高すぎる場合は湿気を吸い込んでハードケースの中の湿度が低すぎて乾燥しすぎる場合はこちらから 水分をを放出してて度一定にに保ってくれるとというこでですす、えー、非常に便利ですね、えー、僕が使ってるのはこちら、えー、ボベダ B49 という商品ですが、えー、楽器屋さんとか通販サイトに色々な商品があると思いますので、色々試してみてください。僕が使ってるのはこちらのボベダ B49 ですね。 えこちら非常にね、そんなに高くないので、600円ぐらいですかね。えー、こちらでギターの湿度を管理してくれるということはとてもリーズナブルでいいと思います。使い方は簡単で、ギターのハードケースにギターと一緒に入れておく。うん、それだけでいいので、とても簡単で便利だと思います。ギターケースの中の湿度が本当に保たれてるのか心配な方は、えー、こういった湿度計、こちら僕が持ってるのが100円ショップで買いました。えー、100均とかで売ってるので、買ってみてください。 ギターに最適な湿度は一般的には40%から50%と言われていまして室内で湿度を管理する場合はエアコンや加湿器が必要になって電気代がかかってしまいますのでえこういった湿度調整剤ぜひ使ってみてくださいえこういった湿度調整剤を紹介してきましたえギターケースの中に乾燥剤だけを入れている人がいますがえ乾燥剤はやめた方がいいということですえ乾燥剤だけを入れるのは やめほうがいいということですこちら湿度調整剤使ってみてくださいはいいかがだったでしょうかギターを長くいい状態で使っていくために湿度調整剤ぜひ使ってみてください今日も見ていただきありがとうございますこれからもギターに関する動画を作っていくのでぜひチャンネル登録をお願いしますひろしでした